あけましておめでとうございます平成30年の年頭にあたり国内外で日夜勤務に精霊している隊員諸君に新年のお喜びを申し上げます昨年は我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中緊迫する北朝鮮情勢への対応に尽力した年でした新年を迎えた今諸君とともに取り組むべき主な政策について 以下申し述べたいと思います北朝鮮は昨年7月および11月計3回にわたり ICBM 級弾道ミサイルの発射を強行しましたまた8月と9月には我が国上空を通過する弾道ミサイルを短期間のうちに立て続けに発射したほか9月には通算6度目となる核実験を過去最大の規模で強行いたしました こうした北朝鮮による核・ミサイル開発は我が国の安全に対するより重大かつ差し迫った新たな段階の脅威となっています。政府として北朝鮮の施策を変えさせるためあらゆる手段を使って北朝鮮に対する圧力を最大限にし対話のための対話ではなく北朝鮮の方から非核化に向けたコミットメントと具体的行動を前提とした 意味のある対話を求めてくる状況を作っていくことが重要ですその上で私たち防衛省自衛隊に求められるのは万が一の事態に備え我が国の守りに万全を期すことです日本海の洋上ではイージス艦がそして全国各地で展開しているパックスリー部隊が北朝鮮の弾道ミサイル警戒に当たってくれていますまた米国との類似の共同訓練により 北朝鮮の脅威をよく知るための防衛体制が強化され、その能力も向上しています。さらに、昨年末、弾道ミサイル防衛能力の抜本的向上を図るため、イージス・アシュアの導入を決定いたしました。引き続き、強固な日米同盟の下、高度な警戒監視端正を維持し、諸君とともに緊張感を持って、我が国の平和と安全の確保に、 万全を期してまいりたいと思います我が国が直面する安全保障上の課題は山積しています先ほど申し上げた北朝鮮に加え中国は透明性を欠いたまま軍事力を強化するとともに東シナ海・南シナ海の海空域において既存の国際秩序とは相入れない独自の主張に基づく力を背景とした一方的な現状変更の好みを 継続しておりさらに大量破壊兵器等の拡散や国際テロの深刻化サイバー空間や宇宙空間などの新たな領域における課題の顕在化等グローバルな安全保障上の課題は広範かつ多様化しています。これらを踏まえれば我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではありません。諸君におかれては このような厳しい安全保障環境についてまさに自らの実感として受け止めていると思いますこうした状況の中我が国自身の防衛力を強化し自らが果たし得る役割の拡大を図る必要があります私たち防衛省自衛隊は防衛対抗中規防に基づき周辺海空域における安全確保当初部に対する公営への対応 弾道ミサイル攻撃への対応等を重視し統合機動防衛力の構築に努めてきましたが現行の中規模は平成30年度で期限を迎えることから次期中規模にについて早急に検討を進める必要がありますその際中規模の前提となる防衛大綱についても安全保障環境の変化に対応しあるべき防衛力の姿はいかなるものかといった観点から その見直しについて普段の検討をしていくことが必要です安倍総理からは防衛大綱の見直しや次期中規模の検討を行う旨の指示を受けております総理指示の下現在の安全保障上の課題等を的確に把握し政府部内でよく議論をしつつ現場の実情も踏まえながら普段の検討を進めていきたいと考えていますまた 日米同盟の強化もさらに進めていかなければなりません私は昨年大臣就任以来北朝鮮の挑発が続く中日米ツーパラスツーやマティス米国防長官との会談を重ね日米間の緊密な連携を図ってまいりました平和安全法制の整備により自衛隊と米軍との連携は一層緊密化しており日米同盟の抑止力は大きく向上しています 今後とも、日米ガイドラインの実効性を確保し、日米同盟の抑止力、対処力の一層の強化に努めてまいります。同時に、沖縄をはじめとする地元の基地負担軽減のための取り組みも重要です。地元の声に真摯に身を傾け、普天間飛行場の一日も早い移設、返還、米海兵隊のグアム島への移転などに全力で取り組んでまいります。また、 米軍の安定的駐留のためには地元の理解を得ることが不可欠です米軍の事件・事故等に関する地元の懸念を踏まえ米側には引き続き米軍機の飛行安全の確保や隊員の後期粛清の徹底等を求めていかなければなりませんまた西米同盟の強化に加え諸外国との安全保障協力も引き続き推進してまいります私自身ゴーシやインド ASEAN 諸国などのカウンターパートとの会談や、日米韓3カ国での防衛大臣会合、会合英国との日英日英ツプラスといったさまざまな機会を通じ、戦略的な国際防衛防衛協力を推進してまいりました。本年も共同訓練や能力構築支援、防衛装備技術協力など幅広い分野において諸外国との 防衛協力交流を力強く推進していきたいと思いますさらにグローバルな安全保障上の課題にも取り組んでまいりますソマリア沖アデン湾における海賊対処については水上部隊航空隊及び支援隊の派遣を継続しており現地では隊員諸君が任務に汗を流してくれておりますまた3月から6月まで通算3人目の c t フ1 5 1司令官を派遣する予定です南スーダン PKO については昨年5月末に施設部隊の活動を終了しましたがアンミス司令部に対する要員派遣は継続しており引き続き国連 PKO 等への貢献を行ってまいります今後とも積極的平和主義の旗のもと、国際社会の平和と安定のための取り組みを推進してまいります 最後になりますが、昨年は陸時の LR2、海時の SH-60J、空自の UH-60J といった航空機の事故が相次ぎました。亡くなられた隊員のご冥福、ご家族の皆様への心からのお見,お見舞いを申し上げます。二度とこのようなことがないよう、安全には万全を期していただきたいと思います。その上で、 退院職に置かれては、国民の期待と信頼に一層応えるべく、改めて一人一人が我が国の平和と独立を守り抜くという私たちの使命を自覚し、一致団結し、厳正な規律を維持しつつ、任務に一層奮礼努力されることを切に望みます。私もまた、諸君とともに、国民の生命財産、我が国の領土領海領空を ととししてて守り抜くという決意をを新たたにに全全身全霊をもって職務にあたる所存です最後になりますが隊員諸君そしてご家族の皆様のますますのご健勝とご多幸を心からお祈りするとともに本年が防衛省自衛隊にとってさらなる成長の年となることそして日本の平和が保たれることを記念し 私の挨拶といたします平成30年1月4日防衛大臣小野寺一則